ジェレミー・レインはテキサス州タイラー出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシアトル・シーホークスに所属している。ポジションはコーナーバック。ノースウェスタン州立大学ではセーフティとコーナーバックとして4年間プレーし、138タックル、24パスディフェンス、4インターセプト、3ハンブルリカバーを挙げた。 4年時の2011年には10試合の先発を含む11試合にコーナーバックとして出場し43タックルにインターセプトにファンブルリカバーを上げたドラフト前のプロデーでは40ヤード走で4秒48を出した2012年の NFL ドラフト6順でシアトルシーホークスに指名された5月7日チームと契約を結んだ 5月25日のチーム合同練習では、W.R. ベン・オブ・マヌとコゼリアイを演じた。プレシーズンゲーム最終週の、オークランドレーダース戦では、マット・ライナーとのパスをインターセプトした。シーズン中、ブランドン・ブラウナーの出場停止や、ウォルター・サーモンド、マーカス・トルファンとの負傷により、終盤の3試合では先発出場も果たした。ありがとうございます。